全然全然ですよ、全然。くそ調子がいい、普通にスピードが出る。はい、エルカチャンネルのショーです。はい、どんな時も Wi-Fi の話です。誰かにいたずらされて見張るが張られてます。4月に入りまして、どうかなと思ってたんですけど、全然普通に動いてます。通信障害起きません。はい、これここ数日の速度測ったんですけど、こんな感じです。最初のこの4日の日かな、がちょっと低かったかなと思うんですけど、まあこの一時的なもので、あとはずっと、ほら、ここ昨日の朝はこんくらい出てます。今日が朝昼晩と測ったんですけど、こんな感じでした。エルカチャンネルで、今日がですね、4月の7日なんですけど、受付フォームが明日できるっていうのがメールでこの間来てたと思うんですけど、エルカチャンネル、さっき来たんですよ、メールが。4月の状況と3月利用料金のご返金に関してっていうのが届きました。4月の状況報告についてってとこなんですけど、まあ、1日以降ですね、通信障害は解消してますって。おかしいな、ツイッター見たけど、解消した人、全然ダメって言ってる人いましたけどね。で、このメールが届いた人は障害が解消されてるってことですよねっていうので書いてあるんですね、エルカチャンネル。で、3月分を返金したいんで、口座番号を教えてくださいみたいな URL が載ってます。4月中に申請すれば5月末には振り込みされるみたいです。で、これが1ヶ月先で入るみたいですね。一応6月いっぱいで締め切りしちゃうみたいなので、一番遅くても7月の終わりですねまでには入るみたいですよ、エルカチャンネル。今みんな辞めていってるじゃないですか。だから不具合、俺のも出ればなと思って、他の Wi-Fi とか WiMAX とかにしようかなと思ってたんですよね。これじゃあ全然、本当乗り換えサポートの方でやらないといけなくなっちゃう。違約金まで払ってまではやめたくないな。普通に動いてるしね。いやー、困りましたね。だから別に解約しなくてもいいかってなってきて、普通に動いてるんだもん、エルカチャンネル。それでは今回はここまでです。俺にかかってこい。